オリバー、森川ここからロングツー、いいシュートですね。第2クォーター始まりました。いいですね、大場のスリー、うわー、ありますね。バックボードに当たって入ってきました、吸い込まれていきました。これで1点、今シーズン大場の得点すべてスリーポイントです。岡田が入ってきました。あー、岡田の持ち味うまいですね。森上、赤穂、そしてキングカイ、赤穂が打つスリー、来ました。いいですね、横浜は連続スリー。ここでタイムアウト、信州です。日本生まれのグアム育ち、サイモン拓実、栗原ルイス、フックシュート落ちるが、いや今落ちました。今パスですよ。あ、パスです、はい、シュートではない、今フックパスです。三井右に張っています。そしてマクヘンリーがアタック、マーシャルへ、うまいですね、マクヘンリー、マーシャル、投手の切り替え、今の瞬間変わっている。出してデビン・オリバー、来ました、2本目のスリー、2本目ですね。ここが渡って、おっと、これもブロックですね、岡田からホーキンソン、ダンク、ゴーサンド、シュートパーセンテージ、スリーが上がりません、両チーム。須藤開きました、ワイドオープン、来ました。守備職人という異名を持つ三井が河村をマークするが、ファール、その上、はいはい、バスケットカウントしてますよ、ね、今のプレー、もう一度、うまいですね。はい、速いですね、走ってますね、速い展開、速い展開、キングカイ、そしてモリスに対して、モリスに対してマーシャル、河村ボールを持っている、前田マーク、ゴー、沈めた、出てきましたね、スリーポイント決めました。ホーキンソン、その熊谷へ、前田入ってきて、マーシャル、ホーキンソンだ、最後は。さあ誰に打たせるでしょう、河村か、フェイク入れて河村が打つ、決めた、バックショット、よかったね、逆転横浜、勝負強いですね。5月に21歳になりました。今のプレーも落ち着いてますよね、しっかりここで飛ばしてステップしてますからね。そうですね、前を開けました。スローインさせてからのケアということになります。あっと奪った、これで試合終了です。横浜逃げ切りました。